この動画では本や紙の楽譜ではなくデジタル機器に楽譜を表示させる電子楽譜について説明いたします。具体的な内容は画面の通りになりますが、この動画では1から4までの項目についての説明となります。5から6の内容は次の動画になります。皆さんこんにちは。今日は電子楽譜を利用しようと思った時にどうしたらいいのかっていう悩みを相談をされたので、その相談をした人に登場していただきましょう。バイオリンを吹く、音楽仲間の西川奈穂さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。ね。現在の環境というのは何かというと、家でなんかこうそのデジタル機器がどうだとか楽譜がどうなってるのかとか、ちょっともう言うのもお恥ずかしいんですけれ ど、まあ、ギリギリ光は届いているけれど、光回線インターネット、はい、届いているけれど、基本的に楽譜は全部紙媒体で管理していて、で今持ってるのは Android のスマートフォンと、でなんか最近1月にパソコンを買い替えたんですけど、1月、はい、そう、でそれの機能がちょっとあれの感じのやつかもしれない。もうその時点で初心者感出ちゃってる。あれの感じがわからないっていうね。そう、ちょっとあのちっちゃいやつを買いました。あ、ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ。それでなんで電子楽譜に今注目しているかっていうところをちょっと聞きたいんだけど、それはですね、まあもう本当にすごく具体的な例で言うと、今年の8月ぐらいにちょっとこうオペラの伴奏みたいなのに乗っかることになったんだけれど、でそこで今までだいたいパート譜みたいなのをいただいてやってたところが、今回ちょっとその作品のまあいろんな事情からピアノボーカルスコアって言ったんですか、 あれを見ながらやりましょうってことになって、でそれが1時間弱ぐらいあるオペラ でそこからパート譜作ってやるってなると、もう本当に時間がある大学生とかだったら頑張れたんだけど、ちょっともうこの年齢になってくるとパート譜作るのちょっとあって思って、でそこにあ、そういえば池谷くん電子楽譜って足で踏んでたわと思って、ってことはこのままボーカルスコア読み込んでこうやって踏んでったら楽譜作んなくていいかもみたいなのがすごいリアルなところで、それもう一つは、まあ、普通に紙の楽譜がめっちゃ増えてきたから、もうどこに収納するのかが困るのと、あとはその紙って本当に袋とかそのファイルに入れてるとそこ開けてみないとないから、何がどこにあるの、ちょっとあんまり恥ずかしくて言いたくないんですけど、何がどこにあるかを引き出してくるのにちょっと大変かな。でなんかこう折ったりこうどっか入れたりとかしてると、なんか劣化してね、破れたとか、セロテープ貼ってたってこととかね、周りが黄色くなってくし、あ、そう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 、まあちょっとその年代物っぽくてそれがまた味が出たりはするんですけど、まあそうですね、まあ、最終的に書き込んで消しゴムで消してとかやって、ね、劣化していくっていうのがあるので、そうそうそう、まあね、そういうのが味ってとこありますね、あと持ち運び なんかいっぱいいっぱいいっぱい持ってると本当に重たい、まあ、これどうなんですかね、まあ、これも重たいけど何冊も持ち歩くのに比べればね、まあね、そうだよね、まあ、そうそう、ピアノの人とかすごいいいじゃん、そう、ピアノの人もそうだし、まあ、とにかくたくさんの楽譜を持っていた方が安心っていう人は、まあ、電子楽譜ですよ、ピアノの方、まあ、他にもなんか外でレッスンに行く人、自宅レッスンなら自分の部屋にこう楽譜があるといいけど、そうなんだよ、生徒さんが楽譜とか忘れちゃったら、そうそうそう、えみたいな、そうそうとか、新しい曲こんなのやったらどうみたいな、あ、そうそうそう、紹介をするときにちょっと見せてあげるみたいなことが、どうするって選べるよね、多分これだったらね、そうそうそう、あ、それはいいね、まあそんな、じゃあ目的でね、はい、iPad とグイドっていうのが、これなんで V 読まないのかわかんないんだけど、グイドだよね、そう、V を読まない、V
な この言葉なんだけど、大体今世の中はこの2つの選択。あ、グイドってあのめちゃ高って言って、そうそう、一応ね、でもね、こっちを買うべきかもしれないのが一応可能性としてあるので、うん、一応両方紹介させて、はい、で iPad は楽譜閲覧だけじゃなくてもちろんいろいろできるよね。まあ、そうですね、 iPad ですから、ね、そう、 YouTube 見たりとかも写真撮ったり、編集したり、動画ももちろんできるし、まあ、メール送るし、ワード、エクセルもできるし、メモ帳、もうなんかパソコンみたいだね。そう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 、ウェブサイトもちろん見える、イラスト作ったりとか、まあ何でもできますよっていうのが、まあこの iPad の特徴と。で、サイズによっては高額っていうのがあって、サイズっていうのは画面サイズっていうか、その本体サイズもそうだし、あとは容量、中にどんだけ保存できるかみたいなところによっては、このグイドを超えるので、えそう、だからグイドもありだなっていうことでね、一応紹介する。場合によっては超える。そうなんだ。そう、あ、ちょっとなんか心臓の心拍数が今買おうと思ってここに、あの、もう買うつもりで今来てる、ね、もうね、来ましたけど、なんかすごい手汗出てきましたよ、うん、そうで、グイドっていうのは、まあもちろん、はいはい、あの、楽譜読むのがもう一番の目的なので、うん、まあ他の多分 YouTube 見たりとかそんなのはできないと思うんだけど、ただ楽譜専用の、そうですそうです、ソフトっていうか端末、端末ね。で、一応使い勝手としては、やはりこっちの方が楽譜を読むのでは絶対いい。あ、どういうことですか？2ページある。ああ、そうかそうか、そう、楽譜みたいにもう本当に見れる。そう、しかも A4 2枚分。ああ、じゃあもう本当に楽譜ですね。そう、で、ここに、あの、今置いてある iPad は今僕が使ってるやつで、これは12.9 インチの iPad っていうタイプなんだけど、うん、これはだいたい A4 のサイズと同じか、ちょっとちっちゃいかどうかぐらい。ちっちゃいぐらいの、うん、でもこのグイドはその2、それが2ページ分。なるほど、縦にね。そう、縦に、それいいよねっていうこと、うん、で、なのに軽量、へぇ、うん、まあ、厚みは iPad よりちょっと厚いかもっていうことだけど、まあ別に軽量ならいいよね、うん、ただめっちゃ高いと、20万弱ぐらいしちゃうので、うんうん、まあ20万超える iPad があるから、まあね、そう、どっちがいいんだろうね。で、容量 8GB っていうのは、8GB 分だけ中に保存できますよ。なんか少なそうなイメージ。少なそうなイメージ、今時はね。そうなんだね。そう、うん、で、まあマイクロ SD カードっていうのをどっかに挿して、そこに保存したりはできるので、だからパソコンとか使って管理していくのはちょっと面倒かもしれないけど、それはできる。あとはなんか専用のクラウドがあるのって、なんか、要はネット上、入れとけるとこ、そう、ネット上に保存しておくようなところがあるので、そのサービスにアップロードしておけば、うん、なんかこう Wi-Fi 繋いだ時にダウンロードできる。ほうほう、うん、あ、でも携帯電話ではないから、やっぱ Wi-Fi の環境で、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。家で Wi-Fi 繋がってる時とか、まあ、あんまり良くないかもしれないけど、公共、そう、公共 Wi-Fi、 もううろうろするだろうね、 Wi-Fi を探してね、うん、という感じね、うんうん、で、あとね、これ面白いなと思ったんだけど、面白いっていうか、バックライトがないっていうね。これどういうことかというと、全然わかんない、そう、画面が画面の後ろになんかライトがあって、その強さで明るさがこう変わるっていうことなんだけど、それがないってどういうこと？ないってことは、紙と本当に同じぐらい。え、ちょっと意味わかんないそれってさ、メリットだろ。いや、メリットは電池が持つ。あー、なるほどね、うん、あと目が疲れないとか。あー、それはいいかも、うん、ってことは、じゃあ譜面灯がいる可能性が出てくるんですか？その通り、その通り、ここに書いたけど、ベッドライトが必要かも。オペラで使いたいのにね。いいの、いや、いいけどね、うん、うん、そんな感じ。あ、でもそうだろう、バックライトがあるものはなんかちょっとぼーっと顔も映っちゃうよみたいな感じだから、顔はそのそこまでではない、まあ、バックライトが弱ければ弱いほど映る可能性があるかな。ああ、そうなん、うん、画面が強ければこっちの映像は映る。あ、っていうよりはその、ここが強く映し出されたことによって、あ、人の顔が、人の顔が、あ、そうそう、あいつお化けみたいとかじゃあなんか、うん、よしよしだな。そう、そんな感じ。なるほどね、迷いますね。迷うでしょ。迷いますね。そう、だから結構ね、まあ後で金額ちょっとざっとね、はい、出てくると思う。はいはいはい、で、あとはこれ、まああんまり気にしなくていいと思うんだけど、楽譜に書き込んだものがレイヤーで分けられるっていうのはどういうことかというと、レイヤーってなんすか？レイヤーっていうのはなんか層なんだよね。例えば、透明シートが何枚も設定できると思って、うんうん、で、
ここに楽譜があります。普通の紙の楽譜で想像して、はいはい、でその上に、透明のなんか貼り付けられるシートを貼りました、うん、でじゃあ指揮者が A さんの場合のオーケストラの楽譜にこうボーイング書き込むとか、で今度 B さんの時に同じ曲やることになったから、じゃあ A さんのやつを消して、なるほどね、で B さんパターン B パターンみたいに、そうそうそう、じゃあ何々さんの式の時ポチッシャッてもうボーイング全部そうそう変わるっていう、わでまた A さんでやることになったから第2公演っつったら、じゃあまた A さんで同じだよねみたいなことで、それがその通りに指示してくるかまた別の問題だけど、まあまあそう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 例えばそういう響きとかでね、そうね、演奏する場所やっぱダウンでみたいなことはきっとあるでしょうね、うんうん、みたいなことができると。で iPad でももしかしたらソフトによってはそれに近いことできるかもしれないけど、うん、あんまりまあでもそんなに重要じゃないかもしれない、うん、まずオーケストラで、まあ、これを使うかっていうとこがあるからね、確かにいつかは全員これになるかもしれないけど、ね、うん、今のところは ね、うん、まあそんな感じです。ちょっと今 iPad 優勢ですかねこの状態だと、まあ、その楽譜以外のことやるかどうかっていうのが一番大きいと思う。あでも やりたいどっちかっていうとそこに全部集約できてるならいいよなと思っちゃう。 あっちでこっち動画出して、うん、こっちのメトロノームとチューナーとっていう、うん、これで一つで完結する可能性がある、うん、あだけど画面がちっちゃいので、うん、その楽譜ちっちゃいよとか大きくする場合はちょっとあの別のツールが必要とかなんかあるんだよね、うん、まあ、その辺は後でっていう感じね、うん、はいはい、じゃあ具体的に何買うかということで、ここまでご覧いただきありがとうございました。次の動画では実際に購入する時の流れや電子楽譜についての補足情報やまとめをお届けします。どうぞお楽しみに。